はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、FF コロシアムやっていこう。で、この魔法師を使った編成でやっていこう。で、まあ、正直この魔法師、まあ、ゲットできる方がわかんねえ。何人いるかわからん。10人中7人ぐらいわかんねえけど、まあ、結構星6なんですよ。あの、おまけガチャの星6だから、なかなか持ってない方がいると思うんだけど、まあ、正直これ、魔法師である必要ないね、全然。全然これ、ここのリーダーがさ、魔法師である必要なくて、例えばなんかこういうレインとかでもいいし、ワンチャンねえかワンチャン、あの、なんだっけ、アーロンとかでもいいと思ってる。まあ、アーロンはわかんねえ、アーロンはちょっと代用できるかわからんけど、まあ、レインとかあるんだったら、まあ、いけるかなと思ってる。さっきあのスクワットしたからスクワット30回ぐらいして動画撮ってるからめちゃくちゃ息切れしてる。で、魔法師、超下心にしてますね。まあ何でもいいのかな。まあ全バラにすれば結構捨てもれるし、まあ何でもいいと。で、上限解放振ってると。で、猫ちゃん、この猫ですね。この猫が割合回復ループできるんだよね。これ良くない？このキャラ好きなんだよね、俺。猫包帯。で、スキブプラスにして遅延2つ振りました。まあ遅延2つなくてもいいと思ってる。全然まあなくて OK かな。あってもいいしなくてもいい。で、1体目超下し上限解放、遅延2ついりません。あ、いるかな、いりますね。で、継承剥がされます。で、2体目超下し上限解放、遅延2ついります。で、3体目超下し上限解放、遅延2ついりましょう。いりましょう。つけましょう。で、フレンドが、スキュープラスの上限解放で、まあ、キラーとかいらないね。あんまりいらんかな。まあ、この神のスピがいいと。で、バッチが HP ですね。やってこう。なんと、テイク2。ちょ、すごい、事故ったんだよね、さっき。さっき、ちょっと、立ち回りミスで、ミスった。で、シボトラ打って、で、進化して、ずらす。6、7、7コンボ。で、倒せるかな。ここは、まあ、簡単ですね。1、2、3はもう、シボトラ使うだけなんで、まあ、基本的に全部、シボトラ使うだけなんで、まあ、簡単と。で、シボトラ打って、ちょっと今後のさ、動画のことなんだけど、FF コラボ期間中にちょっと出したい動画あるんだ。出してえ動画があって、何かっていうと、あの、屋長の動画、クライブシャナで、挑んでる、その、屋長の動画を撮りたくて、どうかな？皆さん、それ、そういうのどうすか？みんな。どうなんかな？ちょっとそういうの出してみてえなっていう欲があるんだけど、どうかな？でも、屋長むずいんだよな、シンプルに難しいダンジョン。を挑むっていうのが結構難しい。結構なかなかストレスっていうか、もうなかなか やり直しっていうか、そうね。まあ、濃紺でしかないっけ、あれ。未知の申請って濃紺しかないっけ。だからその、やり直すっていう時間が結構しんどいなと思ってるんだけど、ちょっと屋長取りたいなと思ってる。で、シバドラ打って、ずらす。そう、だから屋長どうかなと思ってるんだけど、どうかな。ちょっと分からん。取る方向にはいってる、方針にはなってるけど、そうねっていう感じ。まあ、今後の動画で、シバドラじゃなくて猫包帯で、デバフも解ける。これデバフ解けも強いね。デバフも解けちゃうっていう。で、シバドラでずらすで10コンボ OK で倒せる。ほんとずらさけ、マジでずらさけ。7回ですね。7回はスコール、炭酸飲料ね。ちょっとこれ、こういうボケかますと原作ファンに怒られちゃうね。ちょっとここコンボ欲しいかな。まあ、できればワンパンしたいかな。ワンパンできなくてもいいんだけど、まあ、できればワンパンしたい。いけて、おー、いいね、ワンパンできた。ワンパンできなくても、まあ、シボドラ2回打って倒すだけなんで、まあ、大丈夫かな。で、トランスジタンでシボドラ打ったら、すごい OK。で、7、8で倒せます。既読性だから、倒せると。で、9回、 T だ、気持ちよすぎね。で、だんで、シボドラでずらす。あ、安心安全クラーシ、安心クラーシアンの割合回復あるんで、全然これ大丈夫。めちゃくちゃ余裕ですね。この先生とかダメですね。大丈夫と。で、8、9、10、11で、倒せますと。で、次が10回ですね。バン。
ファンの指現象も関係ねえな全然関係ねえですね。これ7、8、9、10でまあ関係なく倒せますと。いいね。シボドラ頑張って副属性も軽く出してほしいな。11回でループ切れたんで、ループ猫包帯また打っていこう。猫包帯打ってでシボドラ打ってずらす。ライトニングもまあ簡単かな。まあずらすだけなんで、基本的にずらせば倒せる。ずらせばもう倒せますね。さあで12回、ここノクティスね。ノクティスはもう76にしてくれるからマジで簡単、良心的で。シボドラ打ってでまあ適当コンボでいいかな。まあ回復できるならば回復もするんでいいか。まあこんな感じで、こんなんでいいかな。まあ、13コンボ。この紙結び、ジョナさんと違うところが、紙結びはコンボ加算がある、コンボ加算があるっていう安心感があるから13コンボ行きやすいね。これで倒せますと。 OK、 こんだけコンボしたら倒せるわさすがに。で倒して、でボスバトル。俺は前へ進む。ここ覚醒向こう飛ばしてくるんだけど、まあ紙結びあるんで、で盤面戻りして、でシボドラ打って、まあこんな感じで。ちょっと硬いねこいつ、非半減されてから硬いんで結構コンボ必要かな。結構コンボが必要。まあ倒せなくてもいいね全然ね。これ倒せんでも、まあ適当にずらして倒すだけなんで、もうあとずらして倒すだけなんで。でずらす。でこの向こう張ってるんだけど、 50% 盾と非半減のおかげで結構削れちゃう、案外削れちゃう。でシボダラ打ってずらす。まあ、3番が理想かな。2番3番が理想かな。耐久もできちゃうと。でシボドラも打って倒しちゃうと。良くない？猫が強かったな。でも猫強いな。インデックス不要っていう感じかな。で倒していく。いいね。なかなかまあ遅いかな。タイムは結構遅めだと思うんだけど、やっぱ報酬うめえな。 FF コロシアもめっちゃ報酬うめえわ。でちょっとタイム履歴見ようかな。タイム履歴を見ますと、まあこんな感じで5分かな、だいたい5分か。ちょっとこれあれね、でこれ5分ぐらいで周回できるので、まあぜひとも参考にしてみてほしいと思ってる。まあインデックス持ってない方、まあ、必見っていう、なんか YouTuber のサムネみたいな感じの発言したけど、まあ猫これ強いね。まあ、これ無課金キャラですね。あのガンコラのキャラなんで、無課金キャラなんで、まあ、持ってる方多いかなと思って持ってきた。であとね、魔法師はもう代用あるね。代用はこれレインとか、逆にレインとかの方が軽減とかあって強いし、まあ、レインで OK かな。レインとか、まあ、スコールとかでいいなと思ってます。よし終わりましょう。じゃあね。